アマゾンミュージックエクスクリューシブポッドキャストドミーンレディオペディアドミューンレディオペディア,ディディアこの番組はアマゾンミュージック独占ポッドキャストとして今夜公開収録され翌週火曜日にアーカイブ配信されるプログラムです ドミューン独自の批評軸でトークを繰り広げ文化全般を聴覚で網羅する百科事典を構築していくプロジェクトになります今夜の「ドミューンレディオペディアは」は菊池成良と大谷義雄のクスクスクスエクスクスクスまたはちょめちょめちょめと,とちょめちょめちょめドミニズム的接続です、えー、出演は私大谷義雄とはい私菊池成良ですよろしくお願いしますよ この番組ではかつて相いれなかったテーマしかし細部で融合している可能性の高いテーマを2つ掲げそれを同時に語ることによって地味猛量な化学反応を振りまきながら文化批評を行いドミニズム的接続を果たすクスクスクス X クスクス、えー、第4巻となる今夜はなんとウェザーリポートと石原軍団 <laughs> <laughs> ウェザーリポートと石原軍団 <laughs> ウェザーリポートと石原軍団 <laughs> ウェザーリポートと石原軍団 <laughs> <laughs> このアイコンっていうかキャッチよくこれでいいんじゃないのもうこれだけでいいんじゃないかなこれで T シャツ欲しいですよねいやこれはやばいですよね今までの全部あの全部やばいですけど壁画みたいにして楽装したい現代のね見てないんじゃないですよはいこれやばいね仲良しになっちゃってるよ どここれどこっていうねラテンクオーター <laughs> これやっぱりサックスが10に見えるっていう、ね、サックスが10に見えるよね <laughs> 後ろになんかどっちがどっちなの仲良しなのか敵なのか <laughs>、えー、ウェザーリポートと石原軍団 <laughs> 菊池成吉と大谷義雄によるオルタナティブコンテクストの補強によって世界中の誰もが未踏のセブンティエイトディメンションの次元上昇が 今宵サイバースペースに巻き起こるサイバースペーススペとか言っちゃってねこれは東京 FM 深夜3時の伝説のプロラジオプログラム「水曜ウォーテッテル」との18年ぶりのアップデートかジャズドミニスターズによるスーパーフリーなジャズアセンションかハードコアなラジオの進化を体感せよ、はい、というわけで今回もなんとかとなんとかの接続といってウェザーリポートはやりたいなって言ってたんですよね。 前回の収録の帰りに、うん、あの、谷尾と一緒にタクシーに乗って、話してる中でもう言ってたもんね。最近、とにかく一番何が足りないかというと、ウェザーリポートだろうっていう。人々はウェザーリポートまだちゃんと聞いてないってそれはそうだみたいな話もなりますが、そうですね、ウェザーリポート、謎に満ちたグループですね。謎に満ちた,満ちたグループ。謎に満た 意外としかし、その、うん、あんなに売れたのにね、あれだけ売れたのに。まだこう、いわゆる菊池さんの言い方で言うと、芯が食えてないというそ形がそう、ね、誰もウェザーリポートの本当の姿を知,、ね、知らないんじゃないか。もうね、日本にも何回も来てるのに、本当、ね、結構初期のうちに来日、イン東京もあるし、うん、まあ、今日ほどさ、接続が簡単なものはないね。お うんもうなんかどっから話しても全部どっちものことの話でしょうみたいなぐらい繋がっちゃってるねうまあ実際のところあの全く繋がらながちゃったんですけどまあ一つ言えることは接続の限界を感じたねやっぱ並べればいいってもんじゃないんじゃないかっていういけると思ったんだけどねこの これをいい機会だからウェザー聞き直そうぜっていう方がメインで、そうですね。石原軍団にどうアプローチするかだねこっちがね。そうですね。石原石原軍団は石原軍団でね。うん、石原軍団って言ってますけど、あの石原プロモーションを指すのか。石原プロ。石原プロモーション、うん、あのあプロダクションじゃないんですよ。ここにすごい重要な意味があるんですけど。っていうかあのウェザーリポートに関しても。うん あのこういうことは珍しいんだけどウェザーリポートに関しても石原プロモーションならびに石後に石原軍団と、うん、呼ばれるあの集団に関してもそこそこ詳しいよま<あ>ねなのに全く繋が,な、うん、繋がらない <laughs> でもいくつか出てきたよねいくつか出てきた,てきたねまだ得意の,あの年齢の不合とかどななんかどなんかないんですかもちろんありましたよ分かったジャコと、うんうん 舘ひろしが同い年でしょもうちょっとまあ近いんですけどねほぼほぼそうなんだけどほぼほぼそうなんえっと並びから言うとねえっとね石原プロじゃないんだがえっとね慎太郎と石原慎太郎とー座ミデルが同い年やばいねそれはやばいねそのあたり1歳ずつで石原慎太郎とー座ミデル1歳違いだったかなほぼ一緒そのあとにえっと昇太が来て裕次郎が来るんですよそのあたりって全1歳差ぐらいなの なるほど,なるほど1930年代え、上昇太とゆうちゃん一緒なほぼ一緒ほぼ一緒だあの3334みたいな感じなるほど33343132334、ね、33みたいな感じでは、うん、はい、はい。ザビヌルと慎太郎が一緒なんですよ、ね、ザビヌルと慎太郎はやばいですねやばい今ちょっと軽く震えましたね <laughs> ゾクっときた <laughs> これが同い年の二人これが同い年よ やばいよこれ第三帝国でいうとこの人オーストリア人でスケケナチス政権下で教育を受けているピアノを習ってるからねほジョー・ザビヌルって言ってますけどヨセフ・ザビヌルですからねからヨセフ・ザビ,ビヌルなんでオーストリアの山で育って山っていうか森で育ってだけどピアノがうまいから引き抜かれてクラシックやんだよねまずねクク。クラシッククラシックすぐやめてこのやりたくねえとか言って、うん で、あれになりますよね、あのー、それでジャズっていうかそっちの方に行っと五十八か五十九ぐらいに、うん、今の人みたいだけど、うん、バークリー音楽院のに行くんだよバークリー音楽院がそこの時代にもう会って留学生募集してたんですよで日本から行った第一号が秋吉敏子さんそれとほぼ同じ時期にジョーザ・ミドルが行ってるってたっていうね、うんうん、まあ,あ すごい話よすごいだよボストンの端っこみたいなとこでしょバークリーそうよそういう戦後がありましたとそのタイミングで石原慎太郎も活動し始めてるわけですねね5 5 5 6年ぐらいから太陽の季節太陽の季節がさっき言った「狂った果実」っそこから慎太郎の弟として裕次郎がデビューしていくっていうんで というわけでね、この石原プロの最初はね、ハードバップ時代なんだっていう。そう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 。うん、そうう石あの、ね、石原軍団は相当後期なんで。そう。あの,の、ね、もしあの、うん、石石原軍団と上座リポートってものを比べてさっき、うん、あの。 とうとう今日もう徹夜でフラフラしてんだけど朝まで接続の可能性を試してたからねパッチワークでこうやってこっちに刺した線もこっちに刺した線もこっちに刺なん線もハンダで使ってこうやってピクサもしないもう全然つながんないと思ったまま来ちゃったんだけど唯一つながることがあるとしたら歴史が長いのねそうねですよウェザーリポートももうジャコパストリアス参加からをウェザー リポーリでそ,その前を置みたいなアーリーウェザーリポートみたいに思ってる人がほとんど、ねうん、いるけど、うん、その前もあるんだぞっていうウェザーまでも意外と、まあ、逆に言うとですな、うん、要するにちょっとシンクロするとこがあるとすれば、うんえー、石原プロが始まるのが60年で真ん中ぐらいだとしてそ、ねうん、結局そのテレビからさ、うん、映画え映画からテレビに行って、うん、うまくいったプロ,プロ,プロモーション だからプロモーションって名乗ってのは唯一石原プロだけどね。二船プロも勝つプロもプロダクションなんで、うん、タレントをたくさん入れて、うん、まあまあプロダクションってのはそはこ、うん、ダクションってのはそういうことなんであのタレントをいっぱい入れてこうタレント事務所みたいに鍋プロみたいになことを考えてたんだけど最初から石原プロモーションっていうのは石原をプロモーションするためのカンパニーなんで、うん、その石原プロモーション。 他の人入れないわけよで、石原裕次郎と石原裕次郎の古文だけで形成していくっていうだから石原軍団みたいになるやがてプロモーションが軍団になったっていうね軍団で成功してんのはね石原軍団か竹志軍団ぐらいですかねここでもうみんな思い出してほしいんですけど裁判年に Z っていうファッション誌があったじゃないですか行き Z っていう ご存知ないもう記憶から消している「はい、Z」っていう雑誌とか返り、うん、してると思うんですけどあのそれが、えっと、最後に男の最後のファッション雑誌みたいな感じで。 えっと、Z っておじいさんですね。Z Z って Z なんですけど、お Z なんだけど、息 Z だ、息 Z だっけ？なんかキャッチコピーが息 Z なんか我々が最後に読むファッション雑誌みたいな感じで、でその表紙がずっとザビヌルだったんですよ。一年多分一年ぐらいしか続かなかったと思うんですけど、うん。2006年、5、6年にあった。まあまあ老人用の。ほら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 、これザビヌルなわけ。 これがジョーザアル本当の人生はここからだとか言ってさ <laughs> すごいこれ相関よ<の>、うん、要するにあの年齢普通「R 何とかして」があるじゃないですか「R70 して」なのこれほとんどほとんど、そ,うそ,うそ,うそう R70R6070 の人のファッション雑誌っていうのでで Z でなぜかずっと相関号から最後までジョーザアミュルが記録したっですう <laughs> <laughs> 伝説の雑誌、うん、ぐるってるでこ,こ,こういう状態にたどり着くんですがとあの 頑固親父でマッチョでう、ね、うん、うん、もう全員あれは俺が先に始めたとかすぐ言う人そうねこれがね「いや Z」G、<laughs> ってあって「Z」って覚えてない 俺今誰にハムかって話しかけているのそれそもそも誰も覚えてないでしょ。<laughs> びっくりしたもんよ。あの電車に乗ってたら上座尾鶏がずいて出てきて、おおってザビドルなって。いやー地下鉄に毎回ずいが乗るときは、ずいのこういう報告のさザビドルだ、ザビドルだと。本当に似てる人じゃないと思ったらずい<あ>って書いてあるでしょ、ほら息きずい。<laughs> これやばっ。ほらまたザビドルなわけ。<laughs> この人よ、この人。ウェザーリポートって言ったらこの人よ。本当に。青2歳禁止使ってます。青2歳禁止でてよ。55歳以上限定で。あ、55だったら R。R55 でした。これはね、やばい。俺まだ切れないよ、これ。菊池さん、いけるじゃん。俺も生きいだろ。生きづいだろ。生きづいだ息継いようじとかいきづいなんだって。生きづいなんだっ生きづいなんだって。生きづいなんだって。生きづいなんだって。いきづいなんだって。生きづいなんだって。生きずいだっい。きづい。 これ見れただけでもも相当いいよね。そそのぐらいね、そのぐらいあのウエザーリポートっていうのは一般 <うん S 1> <て>一般うんすごいファンがいっぱいいたし、売れてたの。ところがもう誰も今でファンファン。ファン ははいいるとと思うんんんでですすけど、うん、今一番聞かれたいのは多分ウェザーーリポートなんですよちゃんとねもうそろそろさシティ・ポップフュージョン時代って言ってんじゃない今言ってんのかな言ってーウェブとかさ、ね、そうそうそうペイパーとかさ、うん、ペイパーにも、えー、っといわゆるシティ・ポップにも食われてないフュージョンがウェザーリポートなんだっていう,と、うん、いうことで今聞きたいのはこれでしょ ペーパーウェブフュージョンリバイバルからね、何でも食っちゃうね。パッと見せちゃうって食っちゃうだけど、生きずいを誰も忘れているっていう。生きずいをね、みんなすべての人が記憶から送している。お前も見たはずだってね。お前も釣り、絶対、釣り広告で見たはずだよ。しかし、忘れているんだ。またもや精神不析みたいになりましね。これやばかったですよ。 そうそうそう多分編集者の中に熱狂的なファンがいた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 でもさ表紙モデルをさ毎月やるのっていうのはよっぽどですよねそうねキムタク好きだからってキムタクずっと使ったりしないじゃんってほらこれ持ってるものがやばいよ筆でしょしかも馬毛の筆持ってるよめちゃ高級な筆だよこれちょっと意味がってトリミングするとおかしい感じちょっと持てても意味がない尊敬される生きづいになる いやい、いっぱいに通じるよね。今だって。<laughs> うん、やばい。これ早すぎたな。早すぎた。 この1週間北海道で暮らすってすごいこの帽子だけどねだいたい有名なのはょんじゃ幌っちょんサッチョンょんがさっちょんというょんライフサッチョンライフやり放題みたいな話でこれ今ねえなれいやポッドキャストの皆様には伝わらないと思うんですが Z とっていう 雑誌のね見ながら多分検索すると出てくるから今ちょっと手が耳耳だけで聞いてる方はちょっと手を休めて Z Z P P って Z で冗談ゼミネル息づいて検索してみまザビネルの Z なんですよザビネルの Z なんですよ Z 世代じゃないんだよ全然 X Y Z

だったはずなんですけどよ、うん、だけどートップになったりいろいろあってででいずれにせよツー、うん、トップ時代はベーストドラムがいるでしょ、うん、でこのベーストドラムがもう1年持たない人とか、ね、持たないんですよツアー中に解雇されたりして、うん、どん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 巡視していくっていう、ね、<laughs> それを巡視じゃないかあれはっていう、うん、太陽にほえるでどん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 人がこうゲ,スゲストじゃない一応定着してから死んでいくっていうのがちょうど同じ時期なんだっていうのが今回の発表 今回の発見でやっぱ代やがてジャコパストリアスって天才ベーシストの登場によってベースが安定するんですよ、うん、そしてベースが安定すればというような感じでピーター・アスキンっていうねのの在籍年数が一番長かったそれともたった3年です。3年の ジャコバセルピザースキンで一応決まったかなビートルズみたいになったかなっていう前まではもうももうう毎ツアーごとにドラムが変わっていくムですよ。ドラムが変わっていくのだと。アルバムごとにメンツが違うんですよ、ドラマが。特にドラムね。ドラムが。ウェザーリポートのベースとドラムがこうどん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 変わっていく時期と、7マ時期と、7マガリ賞の若い時期と、7マガの若い あの警部がどんどん充足していく時期が同じで。同じなんですよで最初にね、ビトウス的に一緒に始めて、最初にし、死ぬのが。えっと、証券なのね。まあ、そうだね。ジーパン。ジえっとね。マカロニ。マカロニ。ごめん、ごめん。マカロニ。七十三年にマカロニ。俺もごめん。その後にホイロの時はワールドプロレスリングだったんで。ああ、裏表俺太陽にホイロと金八先生のことが分かんないまま生きてる。あの生き字な。裏表なの。そうそう。 だからそのねそそウ,ウェザーが、うん、あのプロモーターウェザーリポートがあんなに難解で結構やばい音楽をやってるのにパッド・メッセニージだとか復帰マイルスなんかすごいポップじゃないですか,、うん、かウェザーリポートか,かなりの,、ね、あのオルタナティブなのだけどもさっきの「バードランドは一番ポップ」は一番あれがコンサーバティブにポップですね、うん、あれ一曲って言ってもいいぐらいあとはオルタナティブなんですよ。うん に関わらずあんなに売れたっていうことの不自然さに対する都市伝説だと思うんですけど、うん、あのエージェントとあれがマネージャーが違ったってがあってそれをね昨日あの引こうと思ってずっと調べたのウェザーリポートなぜ売れたとかそれ英訳して入れたりとかしたんだけど、うん、あのウェザーリポートについて書いてる人がほとんどジャズファンで <laughs> ザビルとウショータのどっちが偉いとかそんなブログ,ブログの何スクロールどこまでスクロールしても終わんないさ。うん それはどうしてかっていうと、ジャビヌルはこうで、ウェインはこうで、マイルスがって。そうういいい人しかなジャズファンはね、この辺りからも、完全にこう。情報が落ちてますよね。まずね、これが。ダビング芸によって、作られてるものだっていうことさえ、聞き取れないんですよ。ジャズファンは。ジャズファンは、即興で、同じ時間がこう流れていって、展開して終わる。同時演奏してると思ってるから。同時演奏してると思ってるんですよ。ポップスって、もう、ちょっとビートルズの当然ですけど、ダビングで作って。ダビングで作ってるからですね。 でそれはジャズはモダンジャズは絶対やらない芸術なんだってあの固く思ってる人たちがあクマねドそう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 それがドクマムシさんだよドクマムシさんだよねバカヤローババーヒヒョウだよメイドの宮城にダビングしとけダビングしとけババー元気かメイドの宮城にテクステクス取っとけバババカヤロこっちがちょんぎって貼るんだよ そもそもビートルズがダビング状態に入ったきっかけもダビングに入ったきっかけの、うん、多くっていうか全部じゃないんですけどメンバーが一堂に返さなくていいつまりメンバーの中に不仲があったからっていうのがあるんですよ。とこうううななっっっててててきた時ににスタジオででわなくいいいよダダビングダビンンググい,いうようなダビングにはいろんな意味があるんですけどそれも含まれていて。うん でウェザーリポートもちょっとそこがあ,、ね、あるんですよ。だるんやっぱこのアルバムはかなりのダビング率まずねジャズファンとか研究家はもうラブで研究してるからあの絶対に取り逃がしてしまうのはメンバー同士が喧嘩してるはずがないっていうね。 うん、一回音楽変えれば分かりますけど喧嘩してないはずがないですから <laughs> バンドってのは絶対喧嘩してないはずがないもんもうリスナーは喧嘩してるはずがないと思うじゃんみんな仲いいんだっていうビートルズの評論もそれでだいぶ遅れたんだよそうそうそう,そう、うんまあ、石原プロモーションが失敗したの十なんだっけ平成の裕次郎を探せだけでしょあったねえ、うん、平成の裕次郎を探せ探せ、ね、<laughs> ありましたねあれ,あれはだけでしょあれは何だったんですかあれはなんかいいろろ 第2のっていうのはねななかか第ののっていうは難しいうまくいったもんねなかなかねまあでもやっぱとはいえ2代目っていうのは人なんであの代目で継いでくとしたらもう谷王しかないでしょね谷王しかない2代目谷王んか加世大衆とか2代目にいたもう全てが同うせああいだね2代目加世大衆2代目加世大衆ねでもさ2代目とか3代目ってさあの 俺がここまでやったものをそのまま使ってもらえるとしたらさ、うん、本当にありがたいと思うことない、うん、思いますよ。だって一台でやれることって当たり前だけどさ限界があるじゃないですかありますよもちろんようやっとあ結構できるようになったなって思った時でだいぶさもう,そ,う、ね、そろそろ大変だなって感じ 2>, 2代目がね目がだから2代目が女性になるっていうね高代目が女性にる橋さんなのにあの 三味線の高橋千さ、うんの2代目も,代目も女性の女性,女性じゃあやっぱ谷尾2代目は女性、ねうん、女性がいいって言ったら多分2代目の谷尾は女性がいいんで本当そうだ女性についてほしいよね2代目谷尾を探せ令和のオーディション、ねうん、賞金3000円っていう <laughs> 賞金はあれだよ <laughs> あの商品券ですよ <laughs> <laughs> 最近俺考えるのはね六本木ピットインが閉店していなかったらっていうね,ね メタバース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 メタバスピットに何なんか作っちゃおうかあのバーチャルでっていうかもう六本木ピットに作ればいいんじゃないどこに六本木に跡地に跡地にそしたらねあのブルーノートの勢力がだいぶ落ちるそうだね六本木ピットにがもしあったら皆さんね気が付いてないかもしれないですけど今ブルーノートに出てる人は絶対六本木ピットに出てる人なんですよ 昔あったら。そうなんですよ。ロバートグラスパートリオンなんてロロロ、ロッピー。ロッピーだよ、ね。ロッピー。あれ、全部ロッピー。ブルーノート。ビルボードに出ても、全部ロッピー。ロッピーって言うんだけど。うん あれだからロッピがなくなったことによってずいぶん勢力地図が変わったよねいやもうねもうなんかワクワクしてきたなこの話したら全然接続じゃなくなっけどワクワクしてきちゃったロッピがもしあったらねロッピがもしあったらもしあったらですよもうそしたらもう今夜は最高が終わってない終わってないよ終わってないよプレイヤーズが違い世界戦だよねもうね二代目タモリ女性でしょそう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 二代目タモリ女性ですよ二代目タモリ女性ですよもうねちょっとこう アイパッチの位置が変わったりしたんだけど。鏡映しかみたいな。やばいですよ。それ反対側に。反対側に。やっぱ時代のサブリオ、女の子って。もうそれこそ未来の世界でね。未来の世界。未来の世界。もうバーチャル、バーチャル。夢がね。V. V. チューバー。V. チューブ。V. チューブ。V. チューバー。根本で知らない。今喋ってます。ね。V. チューブ。V. チューブ。なんだ、わか、なんだかわかんない。まだよく分かってないんだけど。ネット上にあるんだよ。ロ六品が。ああ、そうね。だ、毎日毎日ライブやってんだよ。すごいね。俺がブッキングするよ。いいね。う 俺ミキシングやったのよ、ミキシングやりたい。あそこのさ、ひららわきだったり、ひらったい店でさ、六本木ピットインドもう面白いよね、あそこいや当最近、そのことばっか考えてる、六品が潰れてなかったらって俺、末期に一回出たぐらいで、あとその見に行くと、ガラっガラでさ、もう楽しかったね。楽しかったよね。まあフュージョンカルチャーの一応、ちゃんと日本が担ってた時代もあったし、そうですよ、スモーキイン・ピットだよ、スモーキン・ザ・ピットね。 よくやる。<music>